村瀬直海村瀬直海は、日本の商工官僚、政治家、実業家、商工時間、貴族院議員、法制局長官、総合計画局長官、栃木県宇都宮市出身、本籍、愛知県、村瀬式三郎の長男として生まれる。東京高等師範学校附属小学校、兵庫県立須本中学校、第五高等学校を経て、 1914年7月、東京帝国大学法科大学法律学科を優等で卒業し、銀時計を授与された。1913年11月、文官高等試験に合格し、1914年7月、農商務省に入り農商務族、大臣官房文書課に配属された。その後、工業監督官、県工場監督官、県農商務参事官、 法制局参事官、内閣書記官、内閣官房会計課長、法制局、第二部長、商工省商,商務局長などを歴任。1936年10月、特許局長官、同年12月、商工次官に就任。1939年10月、物価局次長となり、同月に退官した。1940年7月、第二次、 この江内閣の法制局長官となり、次の第3次、この江内閣でも留任し1941年10月まで在任。退任後すぐに、貴族院直選議員に任命され、研究会に属し1946年5月18日まで在任した。1945年4月、鈴木貫太郎内閣で再び法制局長官となり、 次の東国の宮内閣でも留任し、総合計画局長官を兼務し1945年10月まで務めた。その他、高等捕獲新権書表情官、商工省顧問などを歴任。1946年7月に弁護士登録を行い、同年から1950年10月まで公職追放となった。その後、商工組合中央金庫理事長、 日本電子計算機株式会社社長を歴任した。ありがとうございます。